こんにちは。雑穀と米粉でグルテンフリーのパン作り、ことはのかおりです。今日は塩についてです。パンを食べた時に甘さは感じても塩が入ってるなとか意識したことはあまりありませんよね。ですが、パンの基本材料は粉、水、イースト、塩なんです。砂糖じゃなくって塩なんですよね。 なので、必ず入れる材料になります。塩は味を決める重要な材料ですし、あと生地のつながりを強くするという役割も持っています。その他にも、塩の役割3つ。味を整える。発酵の速度をコントロールする。そして、雑菌の繁殖を抑える。 になります。塩について質問が多いのは、まず教室では何を使っていますかっていうのと、あとはパン作り用の塩はありますかっていうのが多いんです。まず教室用ですね。教室で使ってるのは、こちらのゲランドの塩っていうのを使っています。そしてパン作り用の塩っていうのは、 ないと思います。私は見たことありません。なので、教室では、あの、わざわざね、このゲランドの塩、同じものを買わないでもいいので、お料理の時に使っている塩を、塩を使ってくださいっていうふうに説明をしています。でも、どうしてもこだわりたい、塩にもこだわりたいなっていう方は、ここを見てっていうポイントがあるので、こう見てみてください。 それが、塩が入っている袋には必ず成分表が載っています。その成分表。あとでこれ、写真を、画像を貼り付けときますね。どこか画面に。この、この成分表を見たら、食塩相当量っていうのがあります。 それが90%以上のものを選んでください。塩はその食塩ですね。塩化ナトリウムが塩味を出して、そして苦がりって呼ばれるマグネシウムやカリウムなどの化合物ですね。これで塩味に丸みを出しています。いろいろありますよね、塩。その商品それぞれで配合が違うんです。味が違うように。なので、 例えばこの教室で使っているゲランドの塩だったら食塩相当量、93. 9 3 9ムって書いてあります。だいたい1 0 0ム中何ムっていうふうに書いてるので、93.9%、90%以上だっていうのがわかります。で、私、あの、料理の時にはまた違うやつを使ってるんですけど、そしたらね、このまた袋の成分表を見ると食塩相当量、 8 9 2ムというふうに書いてます。8 9 2ムなので、まあ90に近いからこれをパン作りに使ってもいいんですけど、やっぱりパンの時にはゲランドのこっちの 93. 何 %?90% 以上のものを使うようにしています。パン作るにはこの食塩相当量、食塩の部分がパン作りのその塩の役割を果たしてくれるので、少なすぎると もしかしたらその役割を果たしてくれないかもしれませんので、こだわりたいなっていう方は、ぜひ、食塩相当量90%以上のもの、100g 中 90g 以上のものを使うようにしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。お羽の香りでした。